カーリダーサの生涯をもとに制作された、タミル映画初のトーキー、カリダス・カーリダーサは古代インドの作家。サンスクリット文学において、最も偉大な詩人、劇作家と考えられている。彼の生涯に関する多くは謎に包まれており、作品より押し量る以外にない。彼の活躍した時期を、はっきりと特定することはできないが5世紀の人物ではないかと考えられている。 カーリダーサの作品は主にヒンドーのプラーナの物語がモチーフにされている。カーリダーサの像研究者たちはカーリダーサはヒマラヤカウジチャイン、もしくはカリンガ国に暮らしていたと考えている。これらの推測は彼の作品クマーラ・サンババにおけるヒマラヤの詳細な描写、メーガドゥータに垣間ま見えるウッチャインへの愛着、ラグバンシャに見られるカリンガ国王ヘマアンガダへの賛美などが 根拠とされている。ラクシュミーダルカーラの研究以降はカーリダーサはカシミール人であったとする説も参見される。ラクシュミーによればカーリダーサの作品にはカシミールに暮らす者にしか知り得ない情報、すなわち地形の描写、地方の民は植物や動物が存在する。カーリダーサはその後に南へと移動し有力者の講演を求めて移動を繰り返したようである。 伝説では、カーリダーサは、本来グドンであったが、姫である妻の部別的な一言に奮起し、偉大な詩人として大成したと語られる。また、正論党の王、クマーラダーサを訪ね、その際に何らかの陰謀により殺されたとする、言い伝えも存在する。カーリダーサの活躍した時代は、ビクラマーディティアの知性であったと語られる。このビクラマーディティアという名は、そもそもは、 紀元前1世紀のウッチャインの王の名であるが、チャンドラグプタ2世とスカンダグプタも同様にビクラマーディティアの称号で呼ばれることがある。カーリダーサはチャンドラグプタ2世かスカンダグプタの時代に生きていたと考えられる。紀元前1世紀のビクラマーディティアの時代であったとする説もあるが、一般的には5世紀から6世紀に間に生きた人物だと考えられている。 現在のカルナータカ州にあるアイホールに見つかった634年の石碑に詩人バラビと一緒にカーリダーサの名前が刻まれている。またマンドサウルの寺院で見つかった473年の石碑にはカーリダーサの死をもじったものと思われる碑文が刻まれており、これがカーリダーサの残した最も早い古文書学上の痕跡となる。広く受け入れられている説ではカーリダーサは チャンドラグプタ二世の宮廷詩人だったと考えられている。すなわち、チャンドラグプタ二世は、ビクラマディチャの称号を与えられており、また首都を、ウジャインに移している。カーリダーサは3作の擬曲を残しており、中でもアビジュニアーナ・シャクンタラーが彼の傑作とされている。これは初めて英語に翻訳されたサンスクリット文学で、その後多くの言語に翻訳された。シャクンタラーが、 ドフシャンタ王を見るために振り返る場面。ラビバルマが映画、カリダスの一場面多くの学者が、カーリダーサの作品に評論を寄せている。特によく研究されたものとして15世紀、ビジャヤナガル王国のデーバラーや二世の知性に記された、マリナータスーリの評論が挙げられる。現存している、評論の多くは10世紀の学者、バルッダバデーバによるものと考えられている。 バーナバッタ、ジャヤデーバ、ラージャシェカラといった著名なサンスクリット文学の詩人たちもカーリダーサに惜しみない賛辞を送っている。また、有名なサンスクリットの詩はカーリダーサの比喩表現の巧みさを歌っている。著名な評論家、アーナンダ・バルダナはカーリダーサは古今随一のサンスクリットの詩人であると称えている。全近代にカーリダーサの作品に寄せられた。 評論のうち出版されているものはごく一部に過ぎない。これらのカーリダーサの作品に寄せられた注釈からは、彼の作品が時代とともに変化してきた様子が、うかがえる。それは、手書きによるコピーや、おそらくは、交渉文学としての作品と、文献として記された作品との競合によるものだと、考えられる。カーリダーサのアビジュニアーナシャクンタラーは、ヨーロッパにおいて知られるようになった。 インド文学作品としては最も初期のものである。この作品は英語に翻訳された後に英語からドイツ語へと翻訳された。そしてこの作品は例えばヘルダーやゲーテといったドイツの詩人たちの好奇心を書き立てた。カーリダーサはサンスクリット文学あるいはインド文学に大きな影響を与えてきた。ラビンドラナート・タゴールもその一人であり、 タゴールの雨を歌った詩には、メーガドゥータのロマンティシズムを見ることができる。カーリダーサの擬曲は18世紀後半から19世紀前半には、ヨーロッパ文学にも影響を与えた。文学界にとどまらず、例えば、カミリユ・クローデルの彫刻、シャクンタラーからも、カーリダーサの影響を伺うことができる。ありがとうございます。